あと高橋さん、審査員としてね、今日は頑張ってくれました。今度は歌手として皆さんにご披露していただきます、自らが作詞作曲歌を作りました。まずはこの歌から参りましょう。黄昏恋物語です。どうぞ。「足場が見える」
朝8時半頃参りましてね、皆さんの顔見てたら緊張されてる方もいらっしゃいましたけど、昔と違うのは堂々としておられますね。お弁当もシャーシャーと食べておられる。だから昔から見たいから一日ご飯取らなかったでしょ。もう堂々とね、自分の分、下の分まで食べておられた方はいらっしゃったかもしれないけど、まあ本当にでも今日はね、いい歌をいっぱい聴かせていただいて、もうただで聴かせていただいて、何回もお迎えまでいただいて、本当にこの苦しい、ね、今のこの現状ありがたいです。ありがとうございました。はい、本当に、まあ、黄昏恋物語を聴いていただきました。10年前に出した歌なんですけど、今度、母さん恋物に繰り返しというと新曲で、8月3日に全国発売いたしまして、その日にダムに入りましてね、おかげさまで、このまあ、B 面が黄昏がいいのか、この母さんの恋物に繰り返しがいいのか、本当によく歌っていただいておりましてね、CD は、まあ、皆さん今 YouTube ありますからね、ほとんど YouTube はすごい回数で聴いていただいてありがたいです。俺はね、本当にもう心からお願い申し上げます。ぜひ YouTube でも何でもいいですから、 CD 分かっていただいてもいいんです。覚えていただいて歌ってください。一応作詞作曲しておりますので、来年の今頃はひょっとしたら高級弁当、いつも200円の弁当なんですけど、2200円ぐらいのうなぎ弁当を食べるかもしれません。一つよろしくお願い申し上げます。はい、そのね、母さん恋物に暮らしは本当にうちの母の思い出を歌にいたしましてね、僕のプライベートなこといいかなと思ったんですけど、おかげさまでこれ歌う、まあ、聞くのもいいんですけど、聞いていただいてもいいんですけど、歌ったらね、気持ちいいね。こう画面見ながら歌うとなんかほろっと来たりして、本当に皆さんよく歌っていただいております。ぜひ今日聞いてね、いただいて、 YouTube でも CD ショップでも、今なんだったら車でいっぱい積んでますけどね、こうやって買っていただいたらでしょうね。聞いてください。母さん恋物に転がし、よろしくお願いします。
でした。ありがとうございます。ね、自ら作詞さん。